レーンで常磐線209系を作ってみたのパート2をお送りします。パート1では側面の緑帯のスプレー塗装までご紹介いたしました。その続きからとなります。まずマスキングテープをすべて剥がしていきます。ほぼ全体をマスクしているので剥がす量が半端ないですね。側面の緑の帯、まあいい感じではないでしょうか。反対側はこんな感じです。それではいよいよ全面のカラーリングのためのマスキングを行っていきます。鉄道模型のでき不できは顔で決まる、そう語ったのはかの有名な魔改造のペテン師こと私でございます。そんなわけで、何がそんなわけなんだか、ガラス周りの黒色部分を塗装すべくせっせとマスキングしていきます。全面に黒スプレーを吹きかけていきます。乾燥が終わった後、マスキングテープを剥がしていきます。塗装の縁がデコボコしていますが、まあこれくらいなら後から修正可能でしょう。次の作業は前面の緑帯を塗装するためのマスキングです。テープの貼り位置を微妙に調整しながらやっているので、手元に近づけて作業しています。細かな作業の様子が映っていない。残念。気を取り直し、マスキングが終わった状態がこちらです。この時は何も思わなかったんですが、この画像を改めて見ると、緑帯を入れるためのマスキングの位置が上下でアンバランスのような、これに気づかずそのまま作業を続行していました。乾燥が終わり、次は前照灯部の黒色塗装の作業へと移ります。前照灯、尾灯部を残してマスキングしました。再び黒のスプレー塗装です。乾燥が終わったのでマスキングを剥がしていきます。この時もまだまあまあいい感じと思っていました。スプレー塗装作業はこれで終わりなので、すべてのテープを剥がしていきます。こんな仕上がりになりました。この後、運転席のガラス部の作成を行います。501系の窓ガラス作成の時に使った画像データを転用しました。それを印刷します。印刷したものを透明フィルムに両面テープで仮止めします。209系の左にある黒い物体に窓のサイズに合わせて切った透明フィルムがついています。トレーンの209系の形状に合わせハサミで微修正していきます。窓部に透明フィルムを貼った様子がこちらです。それでは台車を組み込みましょう。おっと、その前に連結器が破損していたので新しいものに交換しました。本当の台車の組み付けです。ところで、常磐線の209系は東京メトロ千代田線直通です。地下鉄乗り入れのため、前面には非常用の貫通扉があります。それをなんとマジックペンで再現してみました。前照灯には筆塗りで黄色を入れてみました。ついに完成でーす。と言いたいところですが、正面部の黒色緑色のバランスがおかしいじゃありませんか。納得がいかんということで作り直すことに。作り直しの様子はパート3にて近日公開します。ご視聴ありがとうございました。